私たち月山一門は担当一筋百練製鉄の精神をご先祖から伝統の技とともに受け継いでまいりました。鍛錬の銘切りや化粧やすりの一つ一つ私自身が自ら施した仕事になります。刀を作るのと同じような感覚で進めました。合算派の最大の特徴である綾杉肌、刀身全体に現れる波のような肌ですが、合算肌とも呼ばれます。日本文化の神髄である名刀を一振りでも残していきたいと、そういう気持ちです。合算の刀と同じように力強さや繊細さを合わせ持つこの時計は、私自身愛着のある大変素晴らしいものに仕上がりました。